こんにちは、ショウヤンでーす。本日はこちら、久しぶりの、ミニチュアハウスシリーズのね、ミニバスルーム。こちらの、以前、第2回までね、やったんで、今回第3回パート3ということでね、作っていきたいと思います。はい、それでは早速ですね、今日はこちら、フォトフレームからのね、スタートですね。はい、まずこちらがですね、フォトフレームのフレームになってますね。そして説明書のね、前の方についてる台紙、こちらからね、この K の5っていうやつ、これがね、フォトフレームに貼る絵画の絵になってますので、これをね、切り取っていきます。なんかデザインカッターの刃がすげえボロボロなんだけど、横はスムーズに切れるけど、縦がすごい引っかかりがあるというか。さあ、切れたでしょうか。うん、なんとか。上っ面しか。あ、切れた切れた。大丈夫かな、これ。これを、こう、貼り付けると。え、貼り付けるって、結構余白あるのかと思ったら、結構ギリギリっすね、これ。もうちょっと余白、ね、これ乗り付けするんですけど、もうちょっとね、余裕があるかと思ったんですけど、意外とない。わぁ、すごい。相変わらず糸引く。で、これを、つけると、手がプルプルする、緊張する。ディア、こんなもんでしょ。あ、いいじゃん、いいじゃん。よし、こんな感じですね。ボケるな。なんとかこんな感じで乗り付けできました。はい、続きましてがこちらの装飾品ですね。なんか細かすぎてパーツ並べるのも嫌なんだけど、ちょっと飛ばしちゃおうかな。ダメか。まあ別に飛ばしてもね、どこから作ってもいいっちゃいいんだけどね。まあいっか、やりますか。はい、それではですね、装飾品に関わる材料がこれがね、全てになりますね。これが造花のパーツというか部品ですね。ピンク、そして緑、それから紫色植木鉢、これがひし形クリアビーズ、それからこのちっこいの剣みたいなやつ、ゴマ粒みたいな、測ったらね、これ直径2ミリしかない、このちっこいのがね、ピンク色ビーズ、それから白色ビーズが3つ、金色ハトメカン、これですね。そして白色ワイヤー、ピンク色パール、緑色ポット、金色花座、それから緑色ビーズ、オレンジ色ワイヤー。オレンジ色ワイヤーってこれ毎回見るたびにさ、どっからどう見てもオレンジじゃないんだよね。金なんだよね。で、似たようなやつでね、茶色っぽいやつがあって、それがね、光の反射でオレンジっぽく見えるからね、すごいね、迷うんですよね。それから、これですね、ピンク色造花。あ、造花とピンク色造花は分けられてるんですね、ちゃんと色は。説明としては。まあいいや。これがね、とりあえず装飾品の今から使っていくパーツとなります。はい、それではね、ここから1番から順にね、やっていきたいと思います。まずは、ピンク色ビーズをひし形クリアビーズに取り付けると。これ。大変だぞ。ピンセット2ついるぞ。まずこのクリアひし形パーツが台形なので、ダイヤ型なので、あの普通に安定しないんですよね。なのでピンセット1個で挟んで、
もう一個のピンセットでこの直径2ミリを挟まなかんってことですね。くっついたかな、くっついたか。斜めった。くっついたかな。あ、ついたっぽいですね。安定させるのが大変だね、これ。このままこのまま横にしておきます。続きましてはこちらのオレンジワイヤーですね。このオレンジワイヤーをまず2ミリにカットします。はい、2ミリにカットしましたが、切り口がね潰れちゃってんだよね、これ。多分っていうか、おそらく絶対あれだよね、蛍光灯とか電球とかをねイメージしてるんだよね、ソケットの部分。ってことはこれ、こんな潰れた状態になってたらつかんよね絶対。その後ヤスリをかけなきゃ。これ付属のヤスリでいけるんかな。ちょっと削ってみようかな。ちょっと削ったけど、やっぱりね紙ヤスリじゃ無理だね。まあなんとか無理やりくっつけます。でこれを白色のビーズに取り付けると。今ですね、めっちゃ出てくるやん、めっちゃ糸引くやん。うう、糸に引っ張られた。そしてこれをくっつける。ういういうい、おお、よし、なんとかくっついた。多分次は楽そうですよ。次はこちらですね、3番。このピンク色のパールに金色ハトメガンを取り付ける。これね両方とも結構大きいパーツなので、これは楽ですよ。楽、うん、楽。およし、 OK。 あれ、つけたのりが偶然にもこのビーズの穴の中に全て吸い込まれてしまいましたそんなことある。え、どこ行った？え、どっか飛んでった？嘘！最悪や。おお、マジで？ちょっと話して。あった、よかった。じゃあ奇跡的に言いましたね。どこだっけ、乗り付けたの。こっちか。こんな感じですね。続いてが4番ですね。ちょっとまためんどくさいこと書いてありますよ。白いワイヤーを4センチと 1.5 センチに切り分けて、で白いワイヤーのこの白い被膜ですね、被膜の部分だけを全部めくって中のワイヤーを露出させろと、そういうことを言っております。ではやっていきたいと思います。なんか4センチのところで切れ目入れて、ニッパーで、ニッパーじゃないわ、ペンチでカットして引っ張ったら勝手にねワイヤーと被膜が、ね、分離してくれました。 1.5 だったら大体こんなもんかな。
皮膜とワイヤーと分けました。もう取った皮膜は使わないようなので、まあ、この2つはねさよならということで、でこちらの長い方ですね、こちらの長い方の先端に白色ビーズを塗り付けすると、はい、こんな感じで、しっかりねくっつくまで固定していきたいと思います。はい、続きまして6番ですね。爪楊枝から 1.3mm の部分を切り出すと。じゃあ切り出していきたいと思います。やってやろうじゃないの。どこ、これ途中からでいいの。 1.3mm 多分何もない部分からの方がいいんだよね。頭の部分をまず切って取る。でフラットの状態にして 1.3。 よし、次これですね、7番緑色ビーズに今切った爪楊枝をぶっ刺して金色花座のビーズというかパーツをつけて、その上にピンク色のビーズをつけると。まず 1.3mm、 これ穴に入るってことだよ多分。からどう見ても入らんのだけどどういうことや。そしたらこれに金色花座をくっつけると。近いよ。くっついた。はい。そしてさらにこの上に白ビーズをつけるって。あ、白じゃん。ピンクビーズか。この2ミリのね、ちっこいビーズを。この上に、あんまり中心に乗ってないねビーズが。これもかな。はい、はい、続きましてはこちらの水色ポットですね。こちらに絵の具で模様をつけるということで。模様をつけたらこちらのピンクのね、どうかこちらを適当に取って取り付けしていきます。はい、こんな感じでしょうかね。多分ね、この造花の部分が長いので、きっとね、後で適当に長さをね、切ることになると思います。続きましては、こちらのね、紫の植木。こちらに緑のね、造花を刺していきます。はい、こんな感じですね。ちょっとね、ボリュームが出すぎているので、これもね、ちょっと糊が乾いたら間引きながら長さをね、ちょっとカットしたいと思います。はい、今ね、8、9、10とやってきて、次がね、11ですね。またこの白いワイヤー、こちらを 4mm の長さで切って半分、2mm の部分で
切り目を入れて皮膜の部分だけをペロンとめくる感じですね。はい、では4ミリに切ったワイヤーを半分のね2ミリのところで皮膜をめくりました。続きましては屋根ですね。屋根はこちらの屋根シート、こちらを3センチ 6.5 センチの長さでカットして、そして糊を上の方だけですねうっすら塗って、そしてこちらの雪パウダー、こちらを振りかけてね屋根にうっすらと雪が積もっているようなイメージで再現するということなんでね、やっていきたいと思います。ではカットが終わりましたので、一応ねパウダーを上からかけるので下にねちょっとシートを引いてあります。はい、続きましてはねこちら壁1ですね、こちらやっていきたいと思います。はい、それではですね、今度はこちらを白の絵の具で塗るらしいんですが、相変わらずボッソボソなので、まあ塗らなくてもいいかなとは思いつつも、塗った方が若干やっぱり可愛いので、こうします。筆でね、塗ってボソボソになるんだったら、こういうね、ティッシュとか使って、こすりつけてしまえと。続いてはこちらの小さい木のパーツをクリーム色で塗っていきます。うん、ぶっちゃけ塗ったか塗ってないかわからんね。はい、それではこちら乾きましたのでね、今から糊付けの方をしていきたいと思います。やばい、だいぶ糊がむにゅってはみ出てきた。ちょっとこれは拭き取りましょう。そしたら今度こちらのね水色のビーズをつけていきます。続いてはこちらをつけていきます。次はこちらをねつけていきます。はい、それではこちらね完成いたしました。はい、ということで今回ですねこちらミニチュアバスルームの第3回として、やってきましたがね、今回めちゃくちゃ細かいものばっかでしたね。で実際、細かすぎて、この細かい組み上がった、ね、小物たちをどうやって保管しておこうと次回までというレベルです。はい、なくさないようにね気をつけて保管しておきたいと思います。で説明書を見る限り、いよいよ次のね第4回でこのミニチュアバスルーム完成となります。もうちょっとねなんかかかるのかなと思ったんですけど、意外とね全4回で終わりそうですこちら。はい、なのでね次回、完成をお楽しみください。ということで今回の動画はここまでとなります。今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ショウヤでした。またねー。